どうもゴルフピング4です。ともです。レオです。はい、今回はシダ、プロギアの RS5 ですね。この5っていうのは5代目っていうことなの？初代はナブラとかのあの変なやつ。一応発売が8月7日ってなってますね。3機種出てますね。RS5、RS5F、RS5 プラス3機種。前作がですね、プレフォー的に言うとですね、全部一緒じゃねえのかっていう感じだったので。で、今回試打するのは RS5、一番まあノーマルなモデルになりますね。一応ヘッドスピードは40、45、50以上っていうところで試打をしていきたいと思います。まず、じゃあ見た目とヘッドスピード40ぐらいで打ってるところ見てもらいましょうか。はい。はい、では、どうぞ。もうどこもやってるこのカーボンクラウン、もうはっきりと見える。もう今度からもっとはっきり見えるようになったね、カーボンが。そうですね、ギリギリ押しなので。あとまあちょっと変わってダブルコアとかなんか言ってますけど、そのダブルクラウンとかあったけど、うん、ソールもダブルになったんでしょ。そうですよ、上だけじゃなくてね、これで、あのシャフトがディアマナのまあ4プロギア。前作のオレンジのあの白の感じすげえ、あんま僕かっこいいとは思わなかったんだけど、今回のやつ期待してたんだよね。R&A のリストに載ったあの白黒の写真では。で、今回も見たら、そんなにはかっこよくないね。そのまずヘッドカバーが見たときに安って思って。これはね、もうプロギア歴代。なんかね、この RS って書いてるところがこう虹色に光るみたいな、うん、なんかこう、みたいな感じだった。M43 の 9.5 度で打ったんだけど、まあ、これレンジボールだから少しスピンが入ったり、初速がね、ちょっと出てなかったりとかするけど、237.9 とか、まあ、平均で、233なので、すごいですよ、これ。あと、とにかく曲がってない。打ち出しもちょうどいいっていう。これぐらいのヘッドスピードで打ってる時がね、一番この、良かったなっていう印象。このヘッドとシャフトの。うん。あの、レンジボールでもミート率が 1.4 超えてたから。はい。ということで、まあ、数値ヘッドスピード43ぐらい以下だったらかなりいいということでしたね。はい。次ともヘッドスピード45ぐらいの感じで打った動画です。はい。
友が、打った感じですね。平均で 247.4、 最長が 256.6、 スピン量が3300、加速が、平均で 64.5 なんで、まあ1球だけね 66.4 とかあるから、まあ初速は合格かな。でまあ若干スピン量が多い、そして全部捕まってるっていう、まあこれはこのヘッドの性能が、単純に思い切り数値に出ただけじゃないかな。ちゃんと捕まって、まあ、スピンも若干入ってしまうっていうのがあり、まあね、最近のシダ動画で言うとキング SZ 打っちゃってるから、あそれと比べたらもうスピンの量がね、本当1000回転違うんじゃないかっていうぐらい違うからね。初速は割と出て、ヘッドスピード45でも純正の M43 だったら少しまあ頼りないかもしれないね。基本多分シダできるのが純正シャフトばっかりだと思うから、カスタムが多分置いてるところが、まあ、中古ショップとかだったら、前作とか前々作とかのシャフトを入れてシダできる場合もあるかもしれないけど、でも打感とかそういうのもいいでしょ。もう打感もともやっぱ国産ですよ、やっぱその辺はバランス取れてるんだろうね、はい、ということでヘッドスピード50以上両辺ですね。はい、はい、ではどうぞ。さっきも言った通り、これもね、キング SZ 打っちゃってるんで、そのスピンの多さにビビるっていうような感じですね。300が打てないっていうね。平均294で最長が304ヤード。スピン量が平均で3500。初速は77とか出てるんだけど、あのね、スカイトラックがね、読み取ってくれなかった。うまいこと。打ったら、ユピテルで83とか出てるから、まあ、スカイトラックの誤差で言うと、初速79とか8とか出てもおかしくないんだけど、なんでかちょっとうまく測ってもらえなくて、まあ、これぐらいの飛距離になっちゃったけど、まあ、もちろんアンダースペックですね。全部捕まってますね。バックスピンも多いですね。ということで、まあ、若干この RS5 ではヘッドスピード50の人は極端に球がドロップするとか球捕まらないっていう人にはいいかもしれない、まあ、シャフト変えてね。 で言うと、まあ、前作もそんな感じだったんだよね、 RS はね、ただこの F がちょっとどうなるのかっていうのはまた次回、RS5F、RS5 プラス、あと2種類あるので、まあ、これを打ち比べてみたいと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。